みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回もね、動画を撮っていくんですけども、私今回気づかなかったんですけど、カスメワゴンが汚いとママに言われてしまいました。はい、ということで今回はね、コスメワゴンの整理を一つ崩壊していきたいと思います。はい、一石二鳥のきっかけなんですよ、私にとっては。そうだよね、動画を撮りながら綺麗になると、綺麗になると、みんなさんにね、紹介もできるというわけで、うん、まあほとんど変わってないんですけど、はい、なんか変わったかな、ヘアオイルとか。あ、変わったかもしれない。新しくだっけ、うん、そう、シャンプーとか大好きだからね、結構ね、その辺はね、コロコロ変わります。あと今日前髪がすごい変なのはお許しください。あ、ね、さっきすぐピンで止めてて癖ついちゃったんですよ。ちょっとね、勉強してたみたいなんで。いや違う、そこじゃない。え、そこ運動してでした。足がちょっと前髪が邪魔でさ、ね、こう止めてて、はい、なんかね、もう1時間もつけてないのピン、うんうん、すぐなんか癖ついちゃって。そうだね、ちょっと癖困るんですよね。ピンつけるとね、必ず癖になるみたいな、うんうんうん、あ、そこは置いといてですね、はい、じゃあ見てみましょうか。早速私の汚いワゴン見せます。はい、はい、どうぞ。じゃじゃーん。どうですか、どうですか。どうですか、この汚さ、なんということでしょう。うわー、汚い。うわー、ごちゃごちゃですね。はい、ごちゃごちゃです。え、みんなこれ見たら汚いと思いますよね、普通に考えて。思いませんか。思いません。思いません。思いませんか。思いません。思いませんか。思いません。私は思います。おかしいな。はい、ということで、はい、今からね、片付けていきたいと思います。はい、動かせる？その椅子に座りたいわけ？はい。待って。落ちてた。落ちてた。この中にリップも落ちてるという。はい。うん、落ちたことに気づかなかった私も悪い。そうだね。ということで、ちょっと待ってくださいね。はい、OK。 はい、ちょっとね、まず1段目からちょっとアップで写して、しほ、はい、ちゃんはひたすら片付けていきたいと思います。はい、ということでお願いします。ほんと汚い、どっから手つけていいかわかんないですけど、ポーチ、ポーチはもう片付け始めたら、ポーチはもう閉じるんです、まず全部開けっぱなしなんで、私やってないです。閉じるだけなの。はい、そんなもん。でもさ、このさ、中とかなんか、うん、あー、裏見事なんだよ。いやいやいや、落ちるっておかしくない？ポーチ取っただけで落ちるって。これちょっとポーチはじゃあさ、最後に乗せる感じで後のもの片付けるか。わかりました、置いときますね、ここにポーチに、うん、櫛の置き場所とかわかんなくて、私そこに置いてるだけなんです。こうポーチをね、こう置いて、うん、余ったところにこう重ねてる感じなの。なんか絶対落ちちゃうのね。なるほど。じゃあそれも最後。どうしようこれ。まずここからかな、ね。直すだけみたいな。大丈夫そうな、それで。大丈夫っしょ。で、ここは何入れてたんだろう、私。中とかもみんな見たいかな。あ、これね、まだ取ってあるのね。こんな感じで、特にあ、これがね、ブラシがあって、ね、あ、ここにあったんだ、爪切り。爪切りなかったの？じゃあ爪切り分かるとこに出しといたら。やだやだ。また忘れちゃうよ、爪切りどこにしまったか。なんと爪切りの場所が分からなかったらしいです。オッケー。うん、早っ。はい、じゃあこれで OK ですか。なんでここ1個開いてんだろう。なんか1個キャップが落ちてない、ここに。キャップが1個飛び出てますけど、それは何ですか。あ、ここだ。あはははは、来たぞ。はい、じゃあ後の残りのものを、ここが開いてんのがすごい気になる。あ、1本足りないんじゃない、ここの。なんで開いてるんだろう。これでいっか。いや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 、今まで何が入ってたの。それじゃないんじゃないの。何入ってたんだろう。多分ポーチの中に入っちゃってんのかな、やっぱり。でもこの数しかないよ、リップ今。あ、そうなんだ、うん、じゃあ何だと思いますか。なんでないんだろう。今探しております。この中にリップ入ってないの。あ、そうなんだ。じゃあどっかに落ちてんのかな、リップ。まさかね。
何が起きたんだろう、何が起きたんだろう、もう一回今も言えなくて、いいの、うん、はい、なんか一本どこか行っちゃったそうです。はいはい、いいですか、いいです。はい、じゃあブラシとかも普通にやった方がいいか。ブラシも、ブラシ置いてさ、うん、こうこうじゃん、でこうなの、ちょっと見えなくなっちゃうんですけど、先にこうやって、そんな、ちょっとね、え、これちょっと皆さんどう思いますか、これこの汚い置き方、だってさ、ブラシてるんですか、ブラシの置く場所はないんです本当はね、こうやってね、うん、貸して、こう置いてこうなんですね、あ、こう置いてこうなんですけど、じゃあブラシ立てみたいなの、あ、なるほどね。じゃあこれ後日、こちらはね後日ね、うん、なんか立てるやつを買って整理したいと思います、うん、はい、とりあえずそこに置いとく、はい、定位置にね、はい、ということで1段目はこうな、これでいいそうです。まあまあまあ、ちょっとはね、ちょっとはね、ちょっとはね、はい、じゃあこれで1段目 OK ですね、はい、じゃあ次に2段目に行きます。じゃあカメラちょっと下げます、はい、どうですか2段目は、なんか2段目はぐちゃぐちゃです。うわー、2段目もかなり、まずこちらがね、あのね、スキンケアのね、ポーチになってるわけ、うん、ゴムがあった、この中にゴムが入ってました、ラッキー。腕につけた、全然映ってないけど、え、こちらがね、あのスキンケアポーチで、この中から選んでやってるんですけど、多分全部これに多分入ってるんです、全部多分これが全部のスキンケアが入ってる、多分そうです、多分、はい、転がってない限りは多分そうです、で、で、この辺が本当に、うん、本当スキンケアなんですよ、それもスキンケアなの、うん、これもスキンケアだし、他もスキンケアなの、これ髪とか、まあスキンケアもいけるやつなんですけど、うん、そう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 、スキンケア、髪みたいな感じ、なるほど、はい、で、なんか飛び出てるよ、そのポーチ入んないんだもん、これパンパン、すごい、これまだ取ってないのちょっと、もうパンパンで入らないんですね、入んないんですよ、まあしょうがないか、じゃあそれは、あっ、せっかく取っといたのに取っといたの、うん、これは何、あの、あんまり使わないアイシャドウとか、そう、ここにね、入んなかったんですよ、もうここいっぱいだったんで、ポーチに入れようと思ったんですよ、これしかなくても、うんうんうん、うん、これにね、一気に詰め込んだって感じなんですけど、なるほど、そしたらこうなりました、これがなければいけるよね、いけたいけた、これんこれがな、これがね、入ってなければいけたんだよ、閉、うん、まった、今、閉まりました、はい、こっち、これをなんとかここに入ればいい、うんうん、じゃあさ、手前のさ、あのヘアケアの新しくの、あ、そうですね、この入れ物は、これはガラガラですねなんかイヤリングとピンが入ってました、本当だ、なんでこんなところに入ってんだろう、多分あっちに入らなくなったからだと思うんだけど、まあじゃあそれはそれで、これから新しくまた、はい、増えるんですね、はいはい、でこちらがシャンプーと同じ種類なんですけど、うん、今使ってるシャンプー、そう、シャンプーと同じ種類で買ったやつなんですけど、うんうん、ミクシムパフューシア美容オイルミストだそうです、はい、なるほど、こちらね、全身も使えるし、うん、髪も使えるし、うん、本当にいいんですよ、へえ、いい感じ、いい感じなんですよ、髪にサラサラ、うん、でも私ね、本当にね、うん、べったりつけると本当にベタベタになっちゃうんで、まだね、全然使ってないなとか思ってると思うんですけど、結構使ってます、これちょっとずつ使ってる、めっちゃちょっとずつ使ってるんで、はい、なるほど、はい、で次こちらの、うん、こちらは前のシャンプーの時と同じ、こちらも全然使ってないと思うじゃないですか、うん、もう私もう3ヶ月ぐらい使ってるんですよ、確かに結構前だよね、これ結構前ですよね、シャンプーとリンスはもうとっくになくなってなくなっちゃって、うん、新しいのがこっちの種類なんですけど、うん、どっちが好きなの、こっちが好き、全身に使えるから、あー、なるほどね、うん、でもピンクのも可愛いね、可愛いよね、ピンク可愛いし、うん、匂いもね、いや匂いそんなないわ、こっちの方が
匂いがあるというか、うんうん、でもこっちの方がしっとりしてるというか。なるほど。そうですね、気分によって使い分けてます。はい、次にね、うん、これはただ単にこことかにも入んなかった、うん、なんていうの、ハンドクリーム、うん、これ何どこで買ったっけ、これでもん800円、一応800円って書いてあったんですけど、うん、どこで買ったか忘れちゃった。雑貨屋さんじゃなかった、雑貨屋さんだったっけ。結構前だよね、買ったのこれね。結構前だよね、うん、1年ぐらい前からあるよね、これ。もっと前からありそうな感じだよね、まだ全然使ってないんですけど、はい、1個今ね使用中のがあって、うんうん、それが使い終わったら使おうと思ってます。はい、続いてはこちらです。この辺はもうね出てくるよね、いつも。こちらは福袋に入ってたスキンケアで、うんうん、あ、汚い、今飲めなかったかもしれませんそうです、ね、汚いです、はい今モザイクかけといてね。分かった分かった。こちらは、はい、塗るとなんか泡泡になってシュワシュワってなるやつ、うん、はい、これスキン、顔のスキンケア用です。はい、はい、続いてはこちらです。こちらはニベアのボディミルクなんですけど、こちら全然使っておりません、うん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 、こちらはニベアの缶みたいなやつに入ってて、うん、でも全く使ってないです。あ、ニベア缶買ったね、昔ね。そう、懐かしいよね、うん、ここにあるやつ、うんうん、はい、はい続いてはこの紙なんですけど、これはもうね、こちらもよく使ってるんですけど、ないね。いや、まだこっちにピンクあるんで。あ、そっか、6個。このピンクと、ピンク結構ね使って、ピンクが一番、一番、うーん、あとこれいいです、これ、うん、これこっち、あ、 これよりちょっと高いんですけど、うんうん、これほんと全身にも使えるし髪にも使えるし、うん、めっちゃいい匂いなんですよ。こっちもめっちゃいい匂いなんですけど、こっちもめっちゃいい匂いで、うん、私好きで。でも黄色い方はまた違う種類の、また違う種類のなんですけど、ほんと髪こういうの好きで、ほんとに好きだよね、オイル系好きで、めっちゃ集めてて、でこれね袋でね、なんかね、うん、3種類にね1個おまけ付きで、あ、これねドラッグストアで買ったんだよね。あれ、そうそう、黄色と紫とピンクと黒が入ってて、うん、で黄色は昔から持ってたやつ、うんうん、でこの黄色はまた違う、別のなんですけど、ちょっと高級なのかな、こっちは。そうですね、6個しか入ってないもんね、限定品だって。そうですね、限定品。これ良かった、良かった、めっちゃ良かった、これ高いんですけどね、うん、好きだよねこういうの、本当にね。でも本当にこれ良かった、うん、必ず見に行くもんね、お店に。そう、本当にドラッグストアとか行くと、うん、シャンプーのコーナーとかすぐ行っちゃって、そうなんですよ、ずっと見てる、ね、ずっと見てて、あ、ここ全然種類ないやつとかうん、うん、あ、あれ持ってる、あ、ここめっちゃいっぱいあるじゃんみたいな、あるよね、覚えておきますよ、く、うんうん、見て、はい、はい、次、もうあとはあれかな、ここに置いてあったんだけど、うん、ここにね、こう置いてあったんだけど、うん、落ちてた、うん、あ、落ちてた、アイプチのやつ、あー、アイプチ、最近はこのアイプチを使ってます、はい、なんかこう、はい、しほちゃんが一番やりやすいと言っているんですけど、うちもやりやすかったんですけどね、うん、なんかでもあれなんだよね、すぐ取れちゃうんだよね、そう、粘着力がなくて取りやすいんですけど、一番やりやすかったんで、うん、これで練習してたんですけど、これただの、ね、テープじゃなくて、なんかこういうのがついてるんですよ、持ち手が。あー、なるほど、わかるかな、透明でわかんないと思うんですけど、カメラ越しだと、うん、ここに取っ手がついてて、うん、そう、めっちゃやりやすいんですよ。なるほど、最近はやってないね、でも、ね、最近やってません外に行く機会ないじゃん、確かに出かけなかったからね、ずっとね。そうなんですよ。あと櫛です、櫛、なぜかここに櫛があって、はい、たまにオイル塗った後にこうやってストレートにやってるんですよ、こうやって。これあれじゃん、リミちゃんが誕生日に、そうですね今日のところから、うん、でもよかったじゃん、前向こうにあったよ。そう、だからここにしまっぱなしになってるやつ、そう、それね、リミがね、うん、誕生日プレゼントにしておくれたおかげで使うようになったんですよ、うん、よかった、じゃあまだプラスだったわけね、あれプラスだったんです、これは。よかった、はい、そのね、動画見てない人はね、ぜひ見てください。はい、これ濡れた髪でやると本当にストレートになる。なるんだね。そう、本当はこれにドライヤーとかやったら本当ストレートになるんだけど、まあね、まあね、部屋にはちょっとドライヤーないんで。次に鏡です、鏡類。はい、あ、これはね、これはね、こんな感じで、はい、
あとはこれですね、前のこのなんか美味しい食べたの。でもなんかできるだけしまおうと思ってるんですけど、はい、こんなが汚い汚い、はいはい、もういっぱいなんだね、ここ。じゃあ、あのピンクのも入んないかな。ピンクのって何、あの、なんだっけ、これ。あ、違う違う、あれ、丸いやつ。あ、これ、うん、入んないですね。入んないです。はい、だね。あー、これ入んない。あ、入った入った。あ、入るんじゃね、ギリ。おっと、壊れるあ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、あ、入った、わーい、成功。かなり強引でしたけど成功じゃあこれをまずしまいますね、はい、こんな感じでいきましょう。それで私がね、前しまったここは上に乗せて、うん、このここが空いてるんで、はいはいはい、ここにこうなんで、こうだったんですけど、はい、どう思います、これ。いいと思います。いいと思いますか、はい、このままでいきますね。続いて、うん、鏡を奥にこう、こう捨てたんです。あ、なんていうの、こう、あ、そこにこう、奥に入れてね、奥に入れて、倒れないようにしてこうしてですね、はい。で、その後に横にね、これを、落ちてる、うん、これをここに横にこうやって、うん、なるほど。で、スキンケアのポーチをここに、ここに横にこうやってたわけです。ぴったりなんですよ、ほんとぴったりなんですよ、はい、OK、で、続いてこちらをここに、ここにね、手前にこう置いて、うん、なるほど、こう手前にね、ここの手前に置いて、見えるかな、こんな感じ、はい。で、ここ空いてるところにこう、こう焼きケアと、あと部屋をケアですね。そうですね、入れて、そしてラストこのポーチを空いてるところにこう入れてと。なるほど、で完成。はい、綺麗にこんな感じね。はい、綺麗になりました。バーイ。はい、じゃあ最後ですね。最後はちょっとね、ごめん足踏まないで、ごめん最後はですね、下なんですけど、ちょっとね、カメラはちょっと固定できないので低すぎて、じゃあ皆さん汚い姿をよく覚えておいてください。こんな感じで、ここはもうね、前紹介したようにマニキュアと化したよね、ほぼ。はい、わ、なんか汚いティッシュまであります。これだ、ちょっと、あとこれなんだっけ、これメイク落とし、はい、あと除光液ぐらいなので、ここは一気にちょっとね、片付けたいと思います。ティッシュが来た、うわ、汚い、汚いよティッシュ、ほんとはい、ということで、サータペできました。まあ、こんな感じですね。簡単にマニキュアグッズを片付けました。この辺はあんま頻繁使わないもんね。使いませんね。はい、休みの時しか塗んないし、どうせ使い休みだとさ、事故落としさ、なんか本当になんかもうずっと先行くとさ、この先で行くと絶対さ、土曜日も学校になるじゃん。かもしれないよね。やだね。でも、ネイルは本当にね、もう夏休み、冬休みぐらいしか使わないと思うんですよ。うん、そうですね。そうですね。はい。はい、じゃあできました。まず一番上はこんな感じ。じゃじゃーん。こんな感じ。はい。はい、2段目。こんな感じ。こんな感じ。で、3段目。こんな感じ。はい、できました。できましたね。はい、このリボンはいいですか。このリボンはつけたままでいいんでしょ。うん、はい、ちょっと微妙だよね。微妙なんだ。まあ、ワンポイント的なもんでしょ、それは。うん、はい、うん、なんかどうしても片方が短くなっちゃうはい、オッケーでございます。はい、はい、ということで今回はね、ワゴン紹介をしました。ついでに整理、ただワゴンを片付けただけなんですけどねついでに、はい、そうですね、はい、で、ちょっと変わったとこだけ追加したくらいかな。はい、はい、ということで、これからもね、この状態をね、ちゃんと保ちたいと思います。お願いしますそれでは、バイバーイ。